マツケンです。今回はコストコで買ったものをまとめて紹介する動画になります。5月3週目編ということで、またさっき買い物をしてきました。珍しく土曜の昼に行ってきたんですが、やっぱね平日がいいですね、買い物するのは。今ちょうどお昼なんで先に1個紹介しておきます。まずこちらのマルゲリータピザです。これ発売直後からですって気に入ってよく食べてたんですけれども、発売後間もなく材料切れっていうことで最近まで販売が中止されてたものになります。これ復活したんで、また買ってしまいました。うん、ソースがうまい。ちょっとぬるいんですけどまだ美味しいですね。最近この天板を作ったんですけど、その後編の方でこのピザをカスタマイズして食べる方法みたいな感じで、動画差し込んでおりますので、もしも気になる方はぜひ見てみてください。やっぱ焼き直して熱々食べた方が美味しいんで、これ今からソーセージとかチーズをモリッと乗っけて焼き直して食べたいと思います。まだ食べたことない方はぜひ一度お試しください。ピザの次はこちら、カット韓国春雨です。この韓国春雨はリピート商品なんですけれども、もともと1キロ入って588円なんですが、さらにクーポンで100円引きになっておりました。で、今回2回目の購入なんですけど、1回目はですね、まあチャプチェ作ったりだとかプルコギビーフとかプルコギポークとか作った時に投入したりだとか、一番多い使い方としてはスープ作った時の、まあ、麺として入れたりだとか、ラーメンの2杯目の麺の代わりに入れたりだとか、その用途がとても多かったです。で、これ下ごしらえもすごい簡単で、沸騰したお湯の中に、まあ、食べたい分の量をボンと入れて5分程度茹でて、それで終わりです。普通の緑豆春雨と違ってある程度太さがあるので、ほんと普通の麺に近いような感じで食べることができて、歯ごたえもしっかりしてるので、ツルツルシコシコ麺みたいな、そんな感じでよく食べておりました。で、14センチに切り揃えられてるので、それもまたね使いやすいなと。食べる時もそうなんですが、調理する時もこうもたつかずに非常に取り扱いやすいなと思っております。で、こちら以前動画作っておりまして、まあ使い方のイメージなんかをざっくり確認していただければなと思います。コストコで1000円以下で買える食品ってまあまあ珍しいんですけど、その中でもこれは結構優秀な食材なんじゃないかなと思っております。ただ、韓国春雨なんですけど、原産国は中国っていうことになっておりますので、その点はご了承ください。で、次はこちら。こちらの韓国冷麺になります。5月にコストコで開催されている韓国食材フェアみたいなのがあって、それで先週ね、これ買おうと思って探しに行ったんですが、その時はね、なかったんですよ。で、冷蔵庫の方にこれが置いてあったんで、今回買ってみました。これ生麺タイプで4人前入っております。1食あたり250円程度。コストコで販売されてる韓国食材といえば、ほとんどがビビゴっていうメーカーなんですけれども、これはね、そのメーカーと違いまして、はい、プルムオンっていうんですかね、読み方わかんないですけど、そのメーカーのものになります。で、このメーカーの商品って他にもトッポギだったり、辛い系の麺類も売ってましたんで、家族全員食べれそうなものということで、この一番普通なやつを選んでみました。そば粉とどんぐり粉が入った韓国冷麺ということで、あとは30日間熟成した豚汁と6時間じっくり煮込まれた牛骨スープが融合した特製冷麺スープということで、韓国冷麺、この麺自体すごい好きなので、多分美味しいと思うんですけど、前コストコで5、6年前に売ってたこの韓国冷麺の乾麺タイプのものを食べたんですけど、それがねめちゃくちゃ微妙だったんで、これはちょっとどうなんでしょうね。プルムオンの韓国食材は初めてなので、これは動画作って紹介しようかなと思います。まあ手に持った感じは美味しそう。続きましてこちら、こちらの冷凍シーフードミックスです。
これ最近発売した新商品だと思うんですけれども、魚売り場の冷凍ケースの中にこれが入っておりました。メーカーはですね、製造は丸与水産株式会社ということで、何が入ってるかと言いますと、タイ製造のボイルエビ、国内製造のボイルホタテ、ボイルムール貝、これチリさんで、ベトナム製造のヤリイカリングだそうです。画面越しに伝わるかわかんないんですけれども、なかなかね、一つ一つのサイズが大きいんですよね。このムール貝も大きいし、エビも一つ一つ大きいですね。ホタテ貝に関してはアサリよりちょっと大きいかなぐらいの、非常に小ぶりなんですけども、これは今後重宝するかなと思ってちょっと買ってみました。このシーフードミックス系でまずいってことは多分ね、ないと思うんで大丈夫だと思うんですが、値段が1キロ入って1980円です。こういうシーフードミックスって4種類ぐらい入ったものがまた別のメーカーのであるんですけれども、なんていうメーカーやったかな、それはエビとムール貝とタコとなんかみたいな感じで、同じような構成のシーフードミックスっていうのがあるんですけど、それは以前買ったことがあるので、今回まあ多分出たばっかりであろうこちらをちょっと買ってみました。普段のご飯でもこちら活躍しそうですけど、今弁当作りっていうのが僕の仕事に加わってですね、月から金まで献立何にしようかなということで毎日考えてるんですけども、エビとかイカとかホタテとかっていうのがあると、バターでちょろっと炒めるだけでも一品ね、おかずになるし、まあいいのかなと思って、はい。ちょうど冷凍庫の方も少しスペースができたので、ちょうどいいタイミングだったかなと思います。まあ、言ってもこれただのシーフードミックスなんで、これだけで動画作ることはないかもしれないんですけど、ご飯系の動画でこういうシーフードとか出てきたら、あ、これ使ってんだなってぐらいで思っていただければと思います。これもね、手に持った感じ美味しい。で、最後はこちらです。メニセーズのチェバタロールです。はい、2つ前の動画でメニセズのミニパンを紹介したんですけれども、最近このチェバタロールっていうのが発売されたようで、賞味期限がですね6月9日まであったので、もう買っちゃえということで購入してみました。はい、商品の仕様はミニパンと同じような感じなんですけれども、7、8センチ四方に成形されたこのチェバタロールですね、それが5袋のセットになっております。計20個ですね。ミニパンは1個 50g だったんですが、このチェバタロールは1個 62.5g ということで、少しだけ一回りぐらい大きなサイズ感になっております。こっちがミニパンなんですが、おそらくパンの質感的には同じだと思うんですが、まあ、こっちは焼き色があらかじめもうついておりまして、こっちは真っ白い感じになっております。何か具材を挟んだりする場合っていうのはこっちの方がおそらく適してるのかなと思います。こっちは正方形なんで、まあ何かを挟んだりするときとか、サンドイッチするときなんかに収まりがいいんじゃないかなと思います。あのベーカリーのパンでトルタサンドイッチロールっていうのが前売っててですね、それがすごい好きだったんですけど、そのパン一つの大きさと全体の量が多すぎて、なかなかちょっとね買いにくかったんですけど、それに比べるとメニセズのこれはだいぶ使い勝手良くなるんじゃないかなと思います。開封しなければ6月9日までこれ持つし、このミニパンのストックがまだあるんで、これ今このタイミングで買うのどうしようかなって迷ったんですけど、いざ買おうと思った時に買えなかったら嫌だなと思って、もう買ってしまいました。6月9日までにはおそらく余裕で消費できると思います。際どければ誰か友達にあげてもいいし、はい、なんかうまいこと使って、とはいえ早めに食べてしまいたいところではありますんで、次の動画でこちらレビューしてみたいなと思います。何のサンドイッチしようかな、これで何かをサンドイッチするっていう動画を作りたいなと思います。ということで、今回土曜日に買い物行ったということで、ゆっくりね見て回らなかったんで、買い物した数っていうのは少なかったんですけど、まあ、3週目の買い物はこんな感じでした。毎回何かしら買い忘れてるので、次週の買い物ではそういったのがないようにしたいなと思います。
何か良さげな商品だったりおすすめ商品ありましたら、ぜひコメントの方で教えていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じで週 4,5 本商品レビューの動画だったりご飯の動画作っておりますので、もしまだチャンネル登録をお済みでなければぜひこの機会にお願いいたします。それでは今日のお昼頃なんですけれども、このチャンネルのチャンネル登録者数の方が2500人を突破しました。まだまだこのチャンネルの規模というのが小さくてですね、 YouTube 上で埋もれてる状態なので、本当見つけてくださってありがとうございますと。いつも高評価ボタンを押してくださったりだとか、コメント残してくださったりだとか、すごいモチベーションになりますので、その点も本当にありがとうございます。4月の末まではすごいいいペースで動画作れてたんですけど、5月に入った途端に1日おきにしか動画出せなくなっちゃってて、でそれって結構自分の中では気持ちが悪くて、動画を更新できてないことがすごい気持ちが悪いんですよね。これはいかんぞと思って今バタバタ追い上げております。一応今月の目標は20本更新なんですけど、先月22本出せたんで、まあそこら辺まで行きたいなとは思っておりますが、それ実現できるかどうか結構ギリギリのところなんで、頑張っていきたいなと思っております。まあ頭の中でいろいろ考えてることがあるんですけど、一個一個ね形にしていければなと思っております。はい、業務連絡は以上です。さよなら。